おはようございます。夢人の夢人によるための情報番組、土曜朝の気分はウェウェー、桃瀬ひなです。はい、田宗ひらです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、7月の13日ですね。ママの誕生日おめでとう。おめでとう。いきなりぶっこんできたか。はいはいはい、いや、ほんと、なんか聞いたことある日付やなって。いや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 、でもあれよね、そのママの誕生日なんですけど、暑いね、しかしほんまにもう本当に熱中症でやっぱりね、倒れてる人とかね、結構全国で出てるんで、皆さん本当気をつけてほしいなと思います。ちょっと前の静岡県40度っていう情報見たんですけど、はい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 、もう無理よ。40度とか41度とかね、なんかえぐい話になってますから、もう明らかに体温より圧倒的に高いので、そう、皆さん気をつけてくださいっていうか、俺実はさ、うん、あの前回の収録の翌日に映画の撮影やったの、鼻血止まらんですよ。暑くて、暑さで、いや、なんかね、まあ数日前に鼻血は出てたの、うんうん、で、まあちょっと長いこと出ててんけど、うんうん、まあ止まったの、うん、で、翌日大丈夫って、その翌日の朝にちょっと出てんけど、それもすぐ止まった、うんうん、で、大丈夫かなと思っててんや。で、先週の配信見てくれたことある、うん、俺ずっと汗拭いてんねやんか。確かにめっちゃ汗かいた。そやねん、だからどうやらその時からすでにもうのぼせてる状態っていうか、ちょっと熱中症気味な、分からんけどね。で、翌日朝から撮影してて、でもあるよ、涼しい、うんうん、クーラーは、まあ撮影の時はクーラー止めるけど、うんうん、それまではガンガン効かしてみたいな状態のとこでやっててんけど、なんかあれ、なんか出てきた、あっ、くしやと思ったら、そっからあれで笑ってるけど3時間半ぐらい止まれへん。マジやばっ。で、2時間ぐらいの段階で救急車をスタッフが呼んでくれて、うん、で病院行って運ばれたの。そうそうそう、で止血処理をしてもらって、うん、で穴っていうか、その、うん、出てるところをなんか焼き付けて、ね、うん、で止めちゃうって、うん、でもこの間経過観察してもらって、うん、OK って言うので、もう大丈夫です。でもそれからはですね、出てない出てない、うん、出てたらえらいことやもん。止まってへんやんみたいな。そう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 、鼻血なんて出したことないからさ。いや、だから本当にその、まあ、この異常気象の中でね、うん、何が起こるかわからないので、皆さん本当に、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。まあ、でそこでなんか海情報がいろいろと飛んだらしいんですけど、日浦元気で収録やってますんで、はい、皆さん全然ご心配なさらず、すっごい話になってて、もうなんかいや、もう日浦死ぬんちゃうかみたいな話になってて、もうえらいことになってる。撮影現場で救急車で監督運ばれるんだって、なかなか。なんでちょうどここで撮影する予定でエキストラの人とか呼んでてんけど、ね、その撮影が止まっちゃったの、うんうん、でエキストラの人にスタッフから日浦が救急搬送されましたみたいな話になったから、もうみんな、わ、監督死ぬわみたいな感じで、なんか情報がそこから拡散してしまって、いろんな人から確認が入ったりって、大変だったぞ。いやいや、もう大丈夫ですから、俺もう話が出てるだけなんで、もう全然大丈夫です。いや、今日の放送見た人は元気そうで、はい、もう元気です。よかった。まだ汗もかいてない、大丈夫。今日は汗かいてます。そういうのいるよね、その見た目というか、いつもと違う、うんうんうん、だってここ割とクーラー効いてて、はい、たまにちょっと寒い時も、はいはい、寒く感じる時もあるから、はいはい、にもかかるの汗が止まってる。めっちゃ汗、そういえば書いてたわ。気づけんかった、必死だ。いやいやいや、俺もそんなことになるとは思ってなかったからね、うん、普通にちょっと暑いやろなみたいなね、こんな感じやってると、実はそうなりました。元気で何よりだということでございますが、はい、ごめんなさい、オープニングちょっと長なりましたけど、はい、ということで、じゃあそんな7月13日はどんな日なんでしょうか。はい、ママセイナの今日は何の日、はい、ナイスな日。お、ナイスな日、はい、そんな日あんのらしいです。日付は、うん、713でナイス、はい、はい、大好き語呂合わせでございます。はいはいはい、はいはい、ナイスなこと、素敵なことを見つける日、うん、その他制定した団体とかはあんまり定かでないそうなので制定はされてないんですが、なぜそんなナイスな日があるかと言いますと、アニメ映画版時をかける少女の冒頭、はいはい、中里依紗ちゃんがこうやったんですね、はいはい、2006年、そう、はい、2006年、そうです。テレビのアナウンサーが、うん、7月13日はナイスの日と紹介したことより、まさ
画のそのアニメの中で紹介されてるっていうか、もう細田守映画そんなに影響力あんのかいやでもテーマとしてはすごいいいことよね。でも一時、はいはい、いいことばっかりを日記に書くってまして、うんうん、ああなるほど。日記書くってなったら仕事行って帰ってきただけやから、うん、なんもないよなって。なるほどなるほど。その中で自分のいいことを3つ、うん、なんかもう普通にテレビ見てて、うん、これが面白かったのせやし、ご飯美味しかったでもいいし、うんうん、たまたまなんかちょっと今日仕事うまいこと言ったとか、うん、何でもいいから3ついいことを書くっていうのをやってて、うん、でもなんか見返した時に、うん、こんなことあったなあったなあったなってなるよ、ね、気分明るくなるから、おーおーおー、なんかそういうのはいいよなぁ。それいいね。そう、それいいことやんか。いつからか止まったけど復活させようと思って復活できないのがモモセイなんですけど、そうちょっとやってみよう。結構続いとって、まあさあ毎日できひん時もちょっと戻って思い出せ思い出せ思い出せと思ってっていうのもやったりしたんで、何のことでもいいからいいことを3つ。皆さんじゃあぜひこのナイスの日を気にして、いや本当にナイスなことを集めてみてください。本当にいいことだと思いますよ。はい、ということでナイスの日でございます。はい、そしてもう一つ、はい、オカルト記念日でございます。オカルト記念日、はい、1974年のこの日にオカルトブームの火付け役となった映画エクソシストが日本で初公開されました。これが強烈だったのよ。はい、で、そのエクソシストはですね、1973年制作のアメリカ映画でホラー作品でありながらアカデミー賞の脚色賞と音響賞を受賞した、少女に脅威した悪魔と神父の戦いを描いたオカルト映画の代表作であり、その他、その後、さまざまな派生作品が制作されたということで、これ、見たことある？ない。私あのいわゆるだからホラーダメなの。ああそうかそうか、怖いやつあるんですね。あの血、まあこれは血出へんから、いや出へんとはいええぐいシーンがいっぱい。結構そのグロテスクなのとか、まあ、虫もそうやし、ちょっとだからもう首曲がるって聞いただけでおおってなる。いやもうエクソシストってこれでしょ。ん、え、あそうそう、反対向いてこうブリッジしてガーってやつでしょ。なんかそういうなんか、いやそうやねんけど、もうそれだけじゃなくて首が360度になるとかで、まあだから今はなんかオマージュしてなんか同じようなことやってるのってあんねんけど、いや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 、そっちを知ってんのかな。なんか全然見たこともない、だから名前は知ってるけど、だからもうホラーって聞くだけで、こうやって見なるずっとでもなんか見たくなる時もある。日本のホラーはその、うん、あの推しが出てるから頑張って映画館見に行ってその推しのグッズを握りしめながらギューってなる推しのぬいぐるみギューってなりながら必死に見るとか、まだでも日本の方が可愛いんやろうなとは思った。いや、なんかジャンルが違う。ちゃうねん、ジャンルがちゃうねん。そうだからなんか日本のホラーのがまだあの見た目のエグさは海外の方がエグいねんけど、日本は心理に来るからじわじわ想像させたりとかされる方が怖いの怖いのよね。ダダンダダンって来る感じとかは、いやもうだって危なかった。あのリングとか俺やっぱ怖かったもんね。でも俺の中で最強なのはビデオ版呪怨が一番怖いです。呪怨ね、ビデオ版呪怨の1が一番怖い。呪怨ってカヤコって言われる、あのあれ白い男の子。あそうそう、白い男の子白い男の子あ、としおくん、そう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 、としおくんに囲まれんねん。あのユニバのね、ホラーナイトとかの時にその貞子飲んで、はい、めっちゃ見に行くから、なるほどなるほど、としおくん出てくるね、出てくる、だからびっくりしたことも何回もあるんだけど、はいはい、ドーっていうの何回もやられたんやけど、もうあれだからビデオショップで借りて、うん、嫁と二人で見て、その後トイレ行くのほんま怖かったいや、そうなんもうその後トイレとお風呂が行かれへんくてなんかよくあるやん、お風呂の角からとか上のね、いやもうあのそうそう、上のとかとか天井に顔出てくるの最悪やん。鏡も見られへん、絶対鏡越して誰かおるからずっと目つぶってずっと下向いて、もうほんまにあの呪怨の怖さは何かって言ったらさ、理由がないのよ何やっても出てくるし、もう何の意味もなく出てくるから怖いよ、ね、理由なくね。そう、何やっても無理やから。あそう、もうだからすんげえホラーで盛り上がっちゃった。はい、盛り上がりすぎて、3分の1食いましたと
で適当に切りますが、はい、はい、まあ、そんな日でございます、はい、皆さんも盛り上がってください。いいこと見てホラーを楽しむ情緒が、いや、ホラーじゃない、オカルト、オカルトね、オカルト、ホラーじゃないんです、オカルトでございます、はい、はい、はい、ということで、次がですね、いきますよ、はい、いきますよ、シネマどんぶりということで、今日のシネマどんぶりはですね、はい、先週、あの中之島映画祭情報というか、うん、まあ、結局シネマどんぶりで紹介したことになったんですけども、太田正宏監督の笑えという作品を紹介させてもらって、うんうん、その太田正宏監督の最新作、新作映画です。はい、S というあのカタカナで S なんですけども、うん、映画を撮られましたので、そのインタビューを私がさせていただいたというのを今から見ていただこうと思います。はい、では、予告編とインタビュー一緒にご覧ください。それではシネマガンブリー。引きこもって生きてりゃいいじゃん。だって普通に気持ち悪い犯罪じゃん。どうなったんですか、その絡まれた友達。俺だってふーんっていう側でありたいと願う部分もあるわけよ。さっき染めたのことダサいとか言って余計な口挟まないでもらっていい。1日1組だけらしいですよ、今回。染田監督の新作書き上がったばかりでございました。そこお前スーッと消えなくちゃいけないんだよ。染田初段騙されてるんじゃないですか。今すぐ俺の目の前から消えろ。私たちが染田を許すとか許さないとかってそれ何。それでは、本日はですね、映画 S の、太田、正宏監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それではまずですね、監督からこの作品について簡単にご説明いただけますでしょうか。はい。この映画は、ある一人の自主映画監督が逮捕されまして、そこから派生するいろいろな周りの人たちの波紋とかですね、働きかけだったり、まあ、彼に対する、うん、思いや批判とか、なんかそういうものが描かれた、まあ、一見すると群像劇のような話です。もちろん軸はいるんですけど、いろいろな人からのその人の見え方をかき集めたような話になってます。はい、そうですね。私も見させていただきまして、まあ、これはご本人にもお伝えしましたけど、僕は吉田監督をリスペクトして、この方式のことを勝手に霧島方式と呼ばせてもらってるんですけど、霧島、部活辞めるっていうような場合は、本当に霧島君は一瞬も登場しなかったんですけど、本作はラストの方で、顔は出てこないんですけど、ちょっと影が映るというか、まあ、そんな感じに、うん、はされてるんですが、まあ、まさに霧島方式かなと思うんですよね。で、対象が出てこないからこそいろいろ見えてくることがあるっていう作りになっていて、すごくこう興味深く見させていただいたんですけど、まずこの作品なんで作ることになったのかというか、そのきっかけをちょっとお話しいただければなと思うんですけども。これ僕自身が2011年に逮捕されていまして、はい、すごく恥ずかしい罪を犯して逮捕されて、はい、32日ぐらい留置所に入っていました。それがきっかけです。もうストレートに、まあ、だからその時に、まあ、感じたことというか、まあ、その後実際に経験されたことみたいなのが多分この作品の中に投影されてるんだろうなと思うんですけど、はい、なんかこの作品の中に特に描かれてた、これは実話なんですみたいなと。あ、そうですね、まあ、劇中で捕まった人のために仲間たちが嘆願書を集めようとするんですけれど、はいはい、これ実際にやっていただきました。あとはその劇中の逮捕された人物が留置場から出てきて、うん、まあ、コールセンターで働くんですけど、はい、コールセンターの同僚になる人に染田君透明だねって言われるんですね、うんうん、劇中。これ僕も似たような境遇の時にコールセンターで働いてて、はい、太田君って本当透明だよねって言われました。うん、これは直接言われ、はい、その方は全然その映画監督だとかそういう背景のことを全く知らなくて、知らないですね。その逮捕されたってことがバレちゃいけないと思って、うん、
懲罰っていう欄がない履歴書を探して探して買って入り込んでるんで、なるほど、映画撮ってるっていうとその好意的な意味で興味を持たれて検索されちゃうんじゃないかっていう気持ちがする。確かにウィキに載ってるか載ってないかで価値を決められちゃうこともありますから。これあれですよね、その透明っていうのを本当に言ってくる、おばさんが いたりとかね、あのこの作品の中で出てくる人が実際にいたんですけど、それがまずは実話だったと。そうですね。でもう一個あれですよね、あの、はい、言われたことがあったっていうのが、これも出てきた後なんですけど、はい、まあ、縮こまって生きていけばいいじゃん的なことを言われたことが、今後の人生って意味ですけど、はい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 、でそれはすごい、その時もすごく衝撃を受けた言葉で、うん、それはちなみにすごい近しい人から言われた。そうですね、高校のクラスメートです。とても大切な人で、まあ嘆願書を集めてくれていた側の人です。まああんまり言うと、なるほどなるほどなるほど、高校の同級生に声かけてくれてたのはその人みたいな感じなんですね。そうです。が縮こまって生きてりゃいいじゃん、はい、これ言われた時は実際どんな感覚ですか。まあ言われた瞬間はやっぱりその反発するしかないというか、うんうんうん、ですこれを認めると、うん、自分の心がズタボロになると思ったので、うん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 、防御本能でやっぱり向こうが悪いんだっていうことにしました。でもやっぱ4ヶ月ぐらい経って、まあ、本当にその頃の自分が今思うときなんですけど、うんうん、コミュニケーションがおかしくなっちゃってたり、はいはい、その、うん、どういうふうにしたらっていうのが分からない時期だったんで、きっと怒らせたんだろうっていうのがだんだん分かってきて、うん、はいはい、でまあ、ある日会えるかって聞いたら会えるよってなって、うん、でまあ2人で待ち合わせして、はい、でもちょっと離れた位置からお互いの顔見えた瞬間笑い合っちゃうみたいなので、まあそれ で今も仲良くしてます。なあ、そうなんですね。まあ近しいからこそ言われるとね、あのちょっとこう感情的になってしまうっていう部分もきっとあるだろうし、ましてやその人生縮こまってって言われちゃうとちょっとってやっぱ思うのは思うと思うんですよね。でもだからこそ深いというか、この作品の中でもこの言葉って何回も実は出てくるんですけど、その都度その都度言ってる人の心の中でその言葉の意味合いがちょっと変わってるっていうところが描かれているというところを見ていただけるとすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、大きく挙げるとこのお話って昔からの演劇仲間の皆さんが染田さんっていう犯罪を犯してしまった自分たちの仲間についてお話をしている。で割とここが辛辣なことも含めてあの強い話をしているんだけど、職場の方に関して言うとその事実を知らないから割とそうでもないんだけれども、その職場に紹介してくれた人に対してちょっと当たりが強くなってるみたいなところとかが出てきたり、まあいろんなフェーズがいろんな場面で見えてくるっていうのがこの作品の面白いところじゃないかなと思うんですよね。桐島くんの場合だったらあの学校だから、学校ってくくっちゃってるから部活の人間もクラスメートも、クラスメートだっていろんな部活をやってるしっていろんなところが描けてるんだけど、この作品の場合っていうのは結局、自分その染田くんのお仲間と、その職場っていうこの二元的なところがメインになっているのでなっているんだけれども、いろんな場面といろんなフェーズがあるっていうところが非常に複雑に作られているっていうのが面白いなと思ったんです。あの監督としてはその どうなんでしょう、この作品を作ってみてこう今どう思ってるみたいなところあるんですか。多分あのいろんな方からいろんな言葉がもう飛んできてると思うので、うんうん、作る前と一番違ったのは、うん、もしかしたらこの映画が誰かを励ますことがあるかもしれないと今は思えてるっていうことです。ああ、なるほどなるほど。あ、作る時では作る時はそんなこと思ってなかった。それは思ってなかったです。実際見に来てくださった方の中に家族が逮捕されたばっかりなんですっていう方がいて、全然面識ない方なんですけど、うんうんうん、話しかけてくださってたまたまこの作品のことを知って見に来て、うん、元気もらいました、ありがとうございますと言っていただいたんですね、うんうん、なんかそれは大きくて、別に逮捕じゃなくてもやっぱり一回ミスったらなんかなっちゃう世の中だし、まあ、その人にも大事な人がいるし、まあ、その人がいくら悪かろうとですね、うん、まあでも逮捕された人間自身がそういうこと言うのはおこがましいと思ってたんですけど、うん、なので元気づけたりする側になるはずはないなっていうのがどこかにあった、うん、なんかでもはっきり言われた意識は変わりましたかね。この間ね、中村沙耶香監督 あのアディクトを待ちながらっていう作品のインタビューをさせてもらったんです。まあ、あのそれも、はい、もちろん作品を見た上での話ではあるんですけど、高知昇さん出てらっしゃるんですよね、はい、出てらっしゃるんですよね。で高知さんとなんか
対談イベントさせていただきました。ね、されましたね。はい。で、アディクトを待ちながらの一番最後に高橋さんが、まあ、役上のセリフとして言われる言葉があるんですけど、はい、僕らはいつまで謝らなきゃいけないんだっていう言葉が入ってくるんですよ。もうこれ高橋さんしか言えないよなっていう、うん、だから怒ってるんじゃなくて、そのことはもうすごくよく分かってるんだけど、でもいつまでも謝り続けてるということはおかしいよねっていうことをすごく優しく問いかけるんですよ。やっぱり間違いを、まあ、何らかの形で犯してしまったっていうことがあったとしても、やり直そうっていう意思を持っている人には何かそのやっぱり相当難しいことというか、今の世の中ってそう簡単に許してくれなかったりとかする部分はあるので、すごく大変なことってあると思うんですけど、同じ立場の人が頑張っているっていうことはすごいこう励みには絶対なるだろうなと思うんですよね。よくあるじゃないですか、そのがん公表するとかね、うん、なんか頑張ってる人が、はい、あの人もがんだったんだって、そして今頑張ってるんだっていうことに励まされるみたいなことってあったりとすると思うんで、まあまさに S ってそういう効果はあるんじゃないかなって思いますけどね、はい、そうだったらいいなと思ってます。はい、では最後に監督から見てらっしゃる皆さん、一言メッセージをお願いします。自分自身の逮捕を自分で映画にするという、まあ、ちょっと変なことをやっています。それは自覚していて。で、まあ、それってどういうのができてるんだろうっていう興味本位で本当にいいので、どうか見ていただけたら嬉しいです。実は僕が一番見てほしいのは、そういうことよりも俳優さんたちの演技だったりします。でもそれも見ていただかないことには始まらないので、もう、なんだこいつふざけやがって、捕まったことを自分で映画にして入場料取ってやがる、で大丈夫なので、本当にそのこともどこに書いていただいてもいいので、どうか一人でも多くの方に見ていただけたらと思ってます。ありがとうございました。まあ、僕も、まあ、監督やらせてもらってるんで、役者さんいなければ自分の表現したいことがね、映画って表現できないんですよ。どれだけその役者さんたちが頑張ってるかって一番肌で感じてるのは監督なので、監督さんとしてその言葉を言われるのはものすごく真っ当だと思いますし、でその結実がこの S の中に必ずあると思うんで、まあ、僕も本当にたくさんの人にね、作品見ていただきたいなと思います。はい、ということで今日は映画 S の太田雅弘監督のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかソフトな感じでしょ、うん、多分ね、コールセンターで仕事してたからああいう喋り方ならあったんだと思ったりもせんでもないんだけど、うん、はい、ということなんですよね。まあ、太田監督自身がね、うん、まあいわゆるちょっと犯罪をやってしまったということがあって、うん、まあ、その経験をもとにしてということではあるんですけど、うんうん、見ましたよね。見ましたよね。これどう思った？なんかもう知らへんことやから、いろいろこう周りはいろんなこと言うわけじゃないですか、なんかそのいろんな意見出し合ったりとか、自分の思い伝えたりだとか、それを受け入れつつっていう感じは、なんかああすごい分かる分かる、そんな量ね、こういう時はみたいな、なんか自分もちょっと仲間入りながら私ちょっとこう思うと思うみたいな感じで見てた。まあ、だからすごいある意味リアルで、うん、そのなんていうの、仲のいい友達同士、うん、だからこそなんか辛辣な言葉も投げ合うし、そうそう、結構な言葉が、そうそうそう、まあ、結構ね強めの言い合いが、もう割とど頭からね強めの言い合いがあったりとかして、そうそうそう、むしろソフトなのは職場のコールセンターの方がソフトなんだけど、うんうん、でもなんかそのソフトなね、ちょっとソフトな嫌味みたいな、そう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 、一番女同士の嫌な言い方みたいなのも、うん、で俺絶対、まあ、見てほしいなと思うのは、うん、あそこやね、おばちゃん、うん、親友だと思ってたのにっていうセリフが出てきますから、このおばちゃんがね、なかなかね毒なんです、うん、なんかね、うん、まあそういう人っているよねっていうのがいっぱい出てくる感じなんで、なんかすごい身近な感じでも見れるし、うん、結構感情的にはわかるわかる、嫌、うん、なこの人みたいな、そうだから、いろんな自分の身の回りにそんな犯罪を犯した人っていうのはなかなかいなかったりとかすると思うんで、うん、こういう場面に自分が出くわしたらなんて言うのかなみたいなね、うん、そういうのちょっと想像していただくのにはこの作品すごくいいんじゃないかなと
というふうには思いますので、来週ですね、7月20日からシアターセブンで上映が始まりますので、ぜひそちらの方もですね、ご覧いただきたいなと思います。はい、ということで今日は映画 S の太田正宏監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、それではいきますよ。中之島映画祭情報です。いくよ。はい、西園さん、さあ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 、中之島映画祭情報ということなんですが、はい、今日は、どんなお話、今日はですね、はい、まあ、昨年になるんですけど、うん、第21回中之島映画祭でグランプリを取った作品をちょっと紹介したいなと思います。グランプリ作品、はい、光る皇帝という、うん、皇帝は学校の皇帝です。学校の皇帝、なるほど、王様の方じゃないよね、はいはい、王様じゃなくて学校の皇帝です、うん、愛知県の豊田市で撮られた作品で、うん、172分、うん、おまあまあある、うん、はい、で監督が比嘉克司監督さんという方で、はいはい、この豊田市が監督が生まれ故郷らしくて、なるほどなるほど、そこで映画を撮りたいということで、うん、はいはいはい、作品です、はい、まあ、内容はといいますと、うん、智也と翼っていう小学校5年生の男の子が、うん、2人の、まあ、主人公になるんですけども、はい、智也っていうのがお父さんが災害で行方不明になってて、うん、でまあ、オープニングが、うん、そのお父さんが行方不明になってて、うん、何年か経つと死亡したっていうことになってお葬式をやる。実際に死んだとこ見てるわけでもないし、うん、死体があるわけでもなく、うん、ただいなくなって、うん、なるほど、お父さんは死んだんだよって言われても、うん、ピンと来ないんですよね。なるほど、まあ、そういう男の子、うん、とあと翼っていうのは自分がちょっと病気で、うん、本当は運動大好きで、うん、かけっことか運動会とか一生懸命やる子やったんやけど、うん、これも病気になっちゃって、うん、クラスのみんなからすごく大切にされるというか、うん、まあ、保護というか、うん、要するに体育の授業はもう見学だけとか、まあ、無理せんといてねとか、うん、そんなになってる2人が出会って、うん、で、いろいろやるうちに子供たちが初めていただく自分で認識する人の死っていうのは何なんだろうっていうことを小学校5年生の男の子が感じるっていう映画なんですよね。で、2人の子役がまたすごくうまくて、うん、本当まあ、今も子役ってすごいですからね、はい、うん、本当天才的やなと思って、うん、梅崎善太さんと佐々木由良さんっていうこの2人の男の子がやってるんですけど、うん、本当もうその自然な演技がもうたまらなく魅力的で、うんうん、でその脇を固めてるのが足立由美さんがその主人公智也のお母さん、なるほど、で、三石健さんがそのおじいさんの役で出てくる、うん、だから結構豪華なキャストで、うん、やっぱり脇がバチッと決まると本作品がバチッと決まるなっていうのを感じる映画でしたね、うん、でも結構ね感動的でして、うん、ネタバレだったらあかんかどこまで言っていいのかあれですけども、うんうん、2人の男の子が出会うことによって、うん、本当人の死って何なんだろう、うん、で人は死んだらどうなんだろう、うん、どうなんの、うん、でお母さんはその死んだって行方不明になった、まあ、うん、旦那さんですわね、旦那さんを遺体を探しには行きたくないって行かないんです、なるほど、一応死んだっていうことになってるけど、はいはい、どっかでね、生きてるかもしれないと思うのかもしれないし、うん、いやもう本当に疲れたっていうのもあるのかもしれない、うんうん、でもそういうことがあって非常にその智也君は悩むんですけど、うん、さっきね翼さんはやっぱ病気で途中で死んじゃうんですよね、なるほど、うんうん、まあ、仲良くなって、うん、なるんだけどもそれが死んでしまって、うんうん、でもただ人間は死ぬだけで終わらないっていうことを智也君は感じるという、なるほど、でそういった本当にね72分っていう長編だったんですけども、はい、本当にずっと画面に、うん、吸い付けられるように 見せられる映画でしたね。ちょっとね上映情報とかないんですかって聞いたんですけど、うん、今のところこの光る皇帝のやつはないみたいです、うん、ちょっと前にシアターセブンでも上映やったんですけど、うん、そうタイトル見たことあるんですけど結
構ねこれの作品はね、うん、審査員の中でも早いうちから優秀賞が通るなっていう作品で、うんうん、なったんですけども、うん、本当にね見応えもあるし、うん、で脇もそうやって有名なね、うん、竹炭さんや三井健さんとかの芝居が見れる、うん、あれありましたもんアンケートで、うん、中之島映画祭で足立に見れるとは思えへんかったって書かれてて。なんかイメージ的に自主制作でそのテレビとかで見てる人たちが出てくるって思ってないというか、ああいやでもね今ね結構多いですよ。そうなんですよ。これ今しばらく家出てる知ってるこの人が結構いるから、結構多いですよ。結構有名な人が出て、まあ、うん、それでも落ちる場合もありますけど、優秀賞にならない場合もありますけども、うん、特に東京なんかで制作される自主制作っていうのは、うん、まあ自主制作というのがインディーズっていうのがよくわかんないですけど、プロでやったはる人らがその商業映画では撮れない作品を、うん、そういうテーマを、撮りたいとか、こういう技術を持ってんのにこの技術を生かす作品を撮りたいとか、そういうのにチャレンジするのに撮ってはったりとかするんですよ。なるほどね。で結局商業映画で一緒に組んでた、うん、タレントさんなんかに声かけて、いや今度こんなん撮んねえけど出てくれへんって言ったら、うん、あいいよいいよっつって出てくれる。なるほどね。そのまま、うん、そういうことか。はい。まあまあ、それだけね、自主映画もかなり注目されてきてるっていうのはあると思うんです。以前なら、もっと昔やったら自主映画ってもうかなり下の方に見られてるっていう時代がありましたけど、今そんなことないですからね、本当に。まあまあ、撮影技術と機材がね、いろいろとね、発達してきてるんで、はい。これは昔に比べたらめちゃめちゃ安く取れますから、そうですね、一個人 の, 資本力でもなんとかドローンが取れるんですよね。大変ですけど。大変ですよ。大変ですよ。ほんまに大変、はい、めちゃめちゃ大変ですよ。皆さん、なんかそういう話があったら助けてあげてください。助けて、はい、隣から聞こえてくる。もう心の声がダダ漏れです、すみません。という感じで、はい、まあ、どっかでまた、うん、上映されたら、うん、ぜひ見てほしい。いや、見てみたいですよね。はい、はいはい、ぜひぜひ、はい、はい、そういうことで、21回中之島まつりグランプリ作品の光る皇帝でした。はい、皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ということで次は夢人情報なんですが、はい、はい、今日はですね、ビデオとかないです。ないです。なくて、まあ、紹介するのはまず最初に紹介したいのは、はい、今日のイベントです、はい、今日のイベントです。まず最初に自分のことから言いますね、はい、自分のことから言いますよ、はい、7月13、14、15の3日間ですね、ムービーズカフェマテリアル谷町で開催されている、マテリアルショートムービーフェスのご紹介です、はい、私のですね、ともるの方も、このショートムービーフェス、旧監督の、作品が上映されることになっている、その旧監督の中に私も入れていただいてまして、まあ、そこでともるの上映もやっておりますので、ぜひですね、ともるの上映時間に合わせて来ていただけると、うん、嬉しいなと思います、はい、で、これがですね旧監督の作品なんですけど、3人も監督ずつ見れるんですよ、うん、で、監督によっては例えば30分と10分の作品とか、うんうん、15分と20分の作品とかいうのが組み合わせてたりとかするんで、場合によっては最大6作品見れるんちゃうかみたいな話もあるんですけども、まあ、僕だから僕のトモルのブロックに、あと2人分の監督の作品も、あって、そのワンブロックが1800円です。あ、6本見て1800円。あ、もう最大のマックスね。で、そう、1800円で、かつそこに、なんか20問の質問に答えた、僕らが答えたあのやつが書いてあるあのパンフレットがついてくるので、うん、はい、面白い。それ含めての1800円。あ、めっちゃ安いよ。そしてですね、投票できます、うん、作品に、うん、この作品面白かった、うん、投票してもらえると、賞金が出ます。やった。お客さん関係ないですけどね、はい、僕らにもらえるんですけど、うん、一等というか優勝すると、1万円もらえます。大きいよ。
一番気に向けるで自分の分だけだ、自分の分だけ、一人かい夏までするか、食べとかなあかん、食べとかなあかん、肉食べとかなあかん、いやいや、まあまあそういうね、あのこともあります、あります。まあぜひ楽しみにね、あれよね、監督さん同士の、そうそうそう、終わってからね、あのトークがあるんですよ。お題が出されて、そのお題について3人でトークするっていうのもある。それも全部込みで1800円、監督さん同士で喋るなんて見れるもんね、はい、ぜひ楽しみに、今日、明日、明後日とやっておりますので、来ていただければなと思います。それがまず一つ。あと、はい、ひなから、はい、久しぶりのライブ情報をお伝えしておきます。来週のお知らせにはなるんですけれども、うん、7月20日土曜日ですね。おー、ちょうど1週間。はい、尼崎スコープさんにて、うん、竹俊瑞穂さんっていう仲良くさせて、はい、していただいてる仲良く仲良くしていただいてるアーティストさんがいまして、はい、うん、その方がその1ヶ月後にバンドワンマンを初めてされるんですね、うん、その前に盛り上げてくれっていう、うん、バンドワンマンするねん、その前にみんな盛り上げてくれっていうイベントに呼んでいただいておりまして、主催イベントでございます、はいはい、まあ細かいことは SNS 見てもらったらいいんですけども、うん、ひなは6時15分から20分間ステージ立たせていただくので、はいはい、まあ、5時から結構ソロのシンガーさんばっかりですね、うん、なのでいろいろちょっと面白いかなと思うんです。結構、はい、ジャンルもバラバラやし、うんうんうん、歌うもうご自身の歌を歌う方も多いし、私は結構カバー多いので、はい、いろんなカバーを歌うので、はい、もしねお時間ある方は、前売りが2400円で、前売りって言ってもあのひなに行きますよって言ってもらうだけでいいのでなるほど、はい、でそれを言うてなかったら当日で2900円ですね。そこにワンドリンク入るので、うん、3000円か3500円か、なるほどなるほど、ね、600円ね、はい、そうです、ね、で配信もあります、うん、現地には行かれへんけどちょっと見てみたいねっていう方は、うん、配信通してツイキャスですね、はい、で見れるのでそちら2000円でご購入いただけるので、うん、もしちょっと気になるなっていう方は配信見ていただけるといいかなと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、でもそうしてまだあるんでね、はい、はい、僕からの方から、はい、先ほど紹介しました光る皇帝の比嘉一志監督さんが今度新作を撮るということで、うん、クラウドファンディングを始めたそうです、はい、モーションギャラリーサイトからですね、はい、今最も注目されるロックバンド、うん、スーベニア短編映画プロジェクトでクラウドファンディングをやっているそうなんです。スーベニアって僕音楽全然うちらで知らないんですけど、はいはい、2005年と2006年のアクエリアスのキャンペーンソングを歌ったりとか、うん、ひょっとしたら僕も聞いたことあるかもしれない、うん、いやみんな多分聞いたことあるんですよね、はい、結構メジャーな、はい、このバンドの歌詞を題材にした映画を撮られるということで、はい、クラウドファンディングをやってありますので、うん、興味ある方はぜひ見ていただいて、うん、応援していただけるとありがたいですね。はい、はい、はい、ということで、夢人情報でした。ありがとうございました。はい、ということで、エンディングでございます。はい、はい、盛りだくさんでしたね。そうですね、盛りだくさん、もりもりでございました。まあ、俺らが盛り上がったってことですね。全部あったね。ドア玉からドア玉から盛り上がり、鼻血の話で盛り上がり、ホラーの話で盛り上がり、ホラーの話で盛り上がり、まあ、いろんなことがありました。はいはいはい、まあまあ、こんな感じでですね、うん、まあ、暑いですけどね、本当に皆さんぜひ体には気をつけてですね、うん、本当に救急車で運ばれるもんじゃないですよいやもう運ばれる言うても俺自分の足で乗ったからね、うん、別にこの担架乗せられて運ばれるわけじゃないんで全然大丈夫。そうそうそう、うん、ほんまに視野強化になりますか、周りだから。強さ。あ、強さ。うん、僕一回運ばれました。うん、意識なかったです。そうね、はい、皆さん本当に気をつけてください。うん、俺は意識あったから。いや、そういう話ちゃう。そういう話ちゃう。はい、ということで、皆さん気をつけて毎日送ってください。ということで、また来週。今週はどうもありがとうございました。さよなら。